アイヤアィエの虐殺第三回十字軍は、ア IU 部長の思想であり、イスラムの擁護者と目されたサラーフティーンにより、征服された聖地エルサレムをヨーロッパのキリスト教諸国が奪還するために、開始された十字軍。1169年にエジプトの実権を掌握したサラーフティーンは、1171年には、最小を務めていたファーティマ長を滅ぼして自ら、ア IU 部長を開くと、 その後の彼はパレスチナの地からキリスト教勢力を駆逐するという信念の実現に生涯をかけて尽力した。1174年にシリアを三加に収め十字軍王国の包囲体制を整えた。1187年7月4日、サラーフッティーンはハッティンの戦いで十字軍に勝利し、10月2日にエルサレムが降伏してエルサレム王国は滅亡した。この時、 十字軍とは反対に、キリスト教徒の虐殺は行われなかった。一方、キリスト教勢力の拠点は、アンティオキア、トリポリ、ティール、マルガットを残すのみとなった。この事態に対して、教皇グレゴリウス8世は、聖地奪還を目的とする新たな十字軍の派遣を、イングランドやフランスに呼びかけた。イングランド王ヘンリー2世と、フランス王フィリップ2世は、領土問題をめぐって、 戦争状態にあったが、要請を受けたことでこれを集結し、双方とも国内では、サラディン税を課して十字軍編成のための資金とした。しかし両国間の戦争はすぐに再開し、さらに、イングランド国内では、ヘンリーの息子リチャードがフィリップに侵入し父と敵対していた。神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世も、教皇の呼びかけに応え、 十字軍の第一陣として1189年に出発した。フリードリヒは、その途上、サラー・フッティーンと秘密協定を結んでいた東、ローマ帝国の皇帝イサキオス2世アンゲロスの敵対的行為に直面した。このため十字軍は、東、ローマ領を急いで通過せざるを得なかった。その後、1189年5月18日にクルチ、 アルスラーン2世が治めるルームセルジューク町の首都イコニウムを占領した。しかし1190年6月10日フリードリヒがキリキアのサレフ川で溺死してしまった。彼らは数の上ではサラーフッティーンよりも多かったがフリードリヒを失ったことから早くも解散してしまった。一部の者は向かった先のシリアで戦いに敗れた。1190年の十字軍王国1191年。 イングランド王リチャード1世とフィリップ2世は共にカイロではあるが関係が悪化していたため別々にパレスチナに到着した。リチャードの戦団はその途上で嵐に遭い何隻かがキプロス島まで流されたがその時東ローマ帝国から離反していた島の統治者が漂着した財宝を略奪し乗員らを身の白金目当てで牢に入れたため リチャードは戦って5月末までに島全体を占領した。そして一旦はテンプル騎士団に島の統治を委ねるが、翌年、旧地のエルサレム王国の全国をギード・リュジニャンにこの島を譲渡した。一方、フィリップはティールに到着して、エルサレム王国の王位継承を主張し、ギーと対立していたモンフェラート公。 コンラート一世と同盟を結んだ。1191年4月、フィリップらは、先のフリードリヒの敗残兵を加えて、悪ンの行為を開始し、6月には、リチャードの軍が包囲に加わった。IU 部長軍は、包囲を破ろうと試みたが撃退され、7月12日悪ンは、陥落した。しかしその後、十字軍側の3人の司令官の間に、内部構争が起きた。 ドイツ人たちの司令官であったオーストリア公、レオポルト5世は、リチャードやフィリップと同列に扱われることを、ホッシー自身の旗を掲げたが、リチャード側はこれを撤去したため、激怒したレオポルトは十字軍から離脱し、キロに着いた。一方フィリップは、病気を理由に7月末に帰国し、リチャードは十字軍でただ一人残った、キリスト教国の君主として、戦う羽目になった。 8月20日、リチャードは、悪根降伏時の協定を、サラーフッティーンが遵守していないとして、拘留されていた、ムスリム2700人余りを処刑した。リチャードは、エルサレムを攻撃するための出発地として、港町ヤフファのダッシュを計画した。9月にアルスフを行軍していた彼らを、サラーフッティーンが攻撃したが、リチャードはこの戦いで、目覚ましい勝利を挙げた。 1192年1月には、エルサレムへの進撃の準備が整ったが、サラーフッティーンは軍勢を増強し、都市を要塞化して待ち構えていた。リチャードは2回ほどエルサレムに接近したが、サラーフッティーンの大軍を目の当たりにして、軍を退いた。7月に入ると、サラーフッティーンがヤッファの奪還に動き出すも、7月31日の、 戦闘で数では勝っていたはずにもかかわらず、リチャードの軍に敗れ、失敗した。リチャードの軍勢は疲弊し、いつまで勝ってもエルサレムを落とせないことに対する不満や国へ、帰りたいという不満が軍の中に渦巻いていた。また、一足先に帰国したフィリップ2世がマッテージョンを先導し英国領を侵略しているという情報も入っていた。一方のサラーフッティーンも、 自身の年齢から来る健康不安や、ムスリム内部の不満分子を懸念し、戦いを長引かせることを望まなかった。リチャードとサラーフッティーンは戦闘と同時に1年以上にわたって交渉を重ね、1192年9月2日、アッコンを含み、ティールからヤフファに至る沿岸部のいくつかの港をエルサレム王国の管理下に置き、エルサレムはイスラム教徒の統治下に置くという最終的な、 急戦協定を結んだ。また、正し書きとして、非武装のキリスト教徒の巡礼者がエルサレムを訪れることを許可するという条件も加えられた。9月末、リチャードはイングランドに向けて出発し、第3回十字軍は終了した。当時のヨーロッパ第3回十字軍をめぐる様々な出来事についての記述は、ノルマン人の詩人アンブローゼアウェールズの歴史家、 ジラルデス・カンブレンシスの著作に見ることができる。ありがとうございます。